皆さんこんにちは、さやさころです。大好評だったエピックドライバーのフィッティング動画は見てもらえましたでしょうか。またまたやってきています、キャロウェイのフィッティング。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あのですね、前回、はい、作っていただいたエピック、はい、めっちゃ飛んでます。そうだったみたいで本当嬉しい。本当にすごくて、ね、はい、7年間使ってたドライバーがあったんですけど、それをもう置いて、もうこれをエースとして今は飛ぶっていうところね、こことコースで検証できたってすごく嬉しいですね。で、今回はなんとフェアウェイウッド、はい、まあドライバーが飛びすぎてちょっと間が今度空きすぎちゃいます。結構空いてて、はい、4番ウッドで190、まあ、行けばいいかなぐらいなんですけど、まあ、230と190だとだいぶ、そうですね、ちょっと距離差があってですね、なんかもうちょっと飛んだら嬉しいなっていうとかがありまして、ちょっとフェアウェイウッドを試打させていただきました。はい、ちょっと距離を見ながら合わせていきたいと思います。お願いします。お願いします。まず自分のグラブで、はい、打つ使いのグラブはどのぐらい使ってますか。6年は使ってます。6年使ってます。何ヤードぐらい飛んでるイメージなんですか。コースだと100、キャリーだと180とか、うん、でラン入れて190って感じです、うん、こんな感じです。こんな感じで、はい、です。じゃ早速、この前のドライバーと同じ流れのエフィック、私の4番ウッドが18度で5番ウッドが18度。やっぱレディースだからなんですかね。そうですね、おそらく、まあ、メーカーさんによってこれロフトの付け方って変わってくるんですけど、うんうん、確かにちょっとレディース寄りのロフト設定ですね、はい、うん、じゃあ5番ウッドで同じロフトとかですね。はい、お、ちなみに、はい、これ R ですか。これ今 R です。私のドライバーよりはやっぱ硬いって感じですね。そうですね、今のゼロスピーダーが一番軽いので。めっちゃなんか強いかも、ボールが。あれ、あ、でも一発目で最大飛距離出てますね。5番ウッドで190ぐらい飛んでる。いってますね。でも全然なんか重さが振りやすい、うん、でもやっぱあのドライバーと一緒でポンって出てきますね、はい、飛び出る感覚があります、うんうん、全然なんか負けてない、うん、私なんか自分のはちょっと負けてる感じがすごいですけど、あ、当たり負けしてない感覚、うん、今いい当て方ですね。すごい打ちやすい。すごいと思う。キャリーが今170出てるんですけど、はい、これがお使いのフェアウェイットの、はい、キャリーとトータル、丸のやつですか。そうです、円の中心です、ね、あれ全然違う、全然違う、ちょっと左右ぶれ出したで、今エピック、たった3球だけなんですけど、それの平均距離160ヤードで10ヤードぐらい同じロフト角でキャリーがまず伸びてますよ、はい、ドライバーが今少し軽めのシャフト で、はい、でフェアウェイもたまたま今回藤倉さんのシャフト採用していて、やっぱ先上げると来るって感覚なので、うんうん、流れとしても全然悪くないんですよね。でもなんかドライバーって結構柔らかいじゃないですか、はい、あれに比べてこのフェアウェイだとちょっと硬くなるのは大丈夫。まあ、感覚としてもしすごい硬く感じすぎちゃうよっていうと、これタイミング多分取れなくなっちゃうんですけど、うん、今何か問題あったかな、まあ、その自分の感覚大切ですね。自分の感覚は全然大丈夫です。でも持った感じはドライバーよりは全然、うん、あ、結構重いなって思うんですけど、ね、全体的に重く感じるけど振るとそんな重くないかも、うん、一番大切なのはやっぱ振った時にどう感じるかなので、はい、うん、結果出てます。じゃあ、これだけ飛んでくると皆さんやっぱり3番ウッドも打ちたいっていう方多いので、3番も試しにチャレンジしてみてください。3番だけは打てたことがない。お、あ、なんかこうザザーって終わる感じもうゴロで終わっちゃうよみたいな、はい、でこれロフトは何なんですか。15度になってきます。3度の違い、3度の違いですね。あ、そう、こういう感じ、あ、こういう感じ、これもう言ってた感覚通りですね。おお、これちゃんとボール上がってますね。上がってますね。
3番と5番手にしたときに打ち出しの条件とかがちょっと低くて、はい、入ってしまったんですね。でそうすると逆にキャリーとかも変わらないので、うん、まあ、これ無理に3番入れる必要はないなと。今までもあんまりロフト立ってるもの使ってこなかったんじゃないか。はい、トップ5番と1本入れておけば十分かなと。そうですね、うん、なんでやっぱ急にこのやっぱロフトですかね。あの長さとやっぱりロフトが立ってくることで、うん、男性が同じもう勢いで打ってくるとヘッドスピード速いだけでもボールの浮力って得てくるんですね。それがちょっと足りなかったりするとボール上がりにくいですよ。そうするとキャリー出てこないので、ね、結果トータル飛距離5番のキャリーが出るのが飛んじゃったりするよ。あ、うん、なるほど。じゃあ今5番飛ぶようになっちゃったじゃないですか。はい。そしたら次下何入れたらいいんですかね。その下は一応7番ウッドがあるので7番の距離を見てみましょう。そう、4が5になったからこの下が欲しいです、うん、人生初の7番ウッドあんま自分のクラブに入れたことない。あ、打ちやすい、ちょっとフェイブ。ちなみにエピックは何番ウッドまであるんですか。3、5、7まで。その下はもうユーティリティ。9はないんですね。9番作ってないです。角度を見るとちょうど今21度なんですけど、はい、お使いの5番と21度です。おで番手の感覚っていうのはもうそのまま5を7入れて今までの感覚と同じ状況が生まれてます。で飛ぶようになってる。飛ぶようになってる。お、うん、これでちょっと距離がだいたい見えてきますね。3球の平均。わあ、めっちゃ飛んでる。でこれでアベレージ178、全然飛ぶじゃん、自分のより。今までの5番ウッドの代わりがやっぱりここになるので、もう一つずつ番手が上がっていくような感じですね。おお、さっきの5番ウッドで、はい、188のキャリー、はい、あ、トータルですね。で、7番ウッドが178なのでちょうど10ヤードの差が生まれてますよ。本当ですね。5と4でちょうど10ヤードなんで、うん、それが5と7になったって感じです。そういうことです。で、この178っていうのが今まで使ってたお使いのクラブの平均と一緒なので、5番の代わりに7番、それより10ヤード飛ぶっていうようなイメージですね。他もあるんですかね。はい、で今ここにご用意したのが、はい、新しく出たスチールヘッドのデッグさん。ちょっとスチールヘッド、フェアウェイとか苦手な方向けに短めで少し重さを作っているクラブです。なんか分厚くないですか。そうなんです。結構あの構えた時のフェースの面が見えるので安心感ある顔つき。なんかちっちゃいですね。あ、ちっちゃく感じます。ちっちゃく感じる。なんか振り、あの振り抜きやすいかも。この振り抜きやすいかも、はい、どちらかというとヘッドがやっぱりちょっと設計上重くなってくるので、うんうん、こちらの方が少し軽い分、その一発目ちょっと振り遅れて右抜き。あ、右抜けしました。そうですね、はい、それを多分上手なのですぐ修正できたんですけど、まあ、重たいクラブになってくるとちょっとこうクラブ振り遅れてきちゃうので自分で捉えましょうっていうと調整入れたくなってしまうので。でももうすごい重く感じます。重さがフェアウェイウッドっぽくない、うん、ちょっとユーティリティの長いバージョン。まさにそのユーティリティの感覚を作ったフェアウェイと、深いラフとかは良さそうだけど、フェアウェイにあるときにちょっとなんかあの分厚すぎてなんかこう、自分の感覚ですけどね、はい、うーん、苦手な方にもおすすめ。一回ここ戻っていただいて、あ、全然軽い。軽いです。全然軽い。比べると分かります。はい、重さが全然違います。思いよく立ったのでちょっとね、逆感じてるだけなので何発か打っていきましょう、はい、今度は、シャフトの違いで、シャフトの違い、エピックのスターのヘッドでシャフトだけ変わります。こっちの方がどうなんですか。少し重たくなると思います。重たいの無理かも。本当は軽いの行きたいんですけど、軽いのない、一番軽いのがここなんです。ラグラブゼロスピーダー入ってるシャフトの下が実はないんですよ、ここ。お、ゼロスピーダーは作るしかない。はい、もう作って試すしかない。でもフェアウェットに対してこれ入れちゃう、今のドライバーのシャフト入れてしまうとフェアウェットの方がヘッド重量って絶対重たいので、うんうん、しないですよ、ちょっと
ます。あ、そうなんですね。なのでこのぐらいがちょうどいい、ちょうどいいです。やっぱり重くなると振りやすくなってしまったりとか、ボタンだけでね感じられていると思うんですけど、比べるとこちらの方が振りやすいんじゃないかな。長さは一緒ですよね。はい、長さは一緒です。なんか色が違うだけで、なんか長くなってたけど、違います、一緒です。ちなみに、はい、フェアウェイウッドもあの中が2本になってるんですか。そうですね、フェアウェイウッドは中の2本の場合ないんですね。あ、ないんですか。はい、ただあの構造上、これ上で見ていただくと、はい、この部分がカーボンシートで作られているので、上が軽い、下が金属形で重心を低く作って、ボール上げやすかったりとか、低重心にしてスピン減らしましょうっていうコンセプトがここに入っている。なので、やっぱ同じような5番ウッドのロフト角でも、こっちの方が飛距離に関するデータが良くなってますよ。入ってないですね。はい、ここ入ってないです。逆に入ってなくても飛ぶフェアウェイウッドです。そうですよね。はい、入ってんのかと思ってました。結構ね、そこは言われますね。試しなんですけど、はい、これドライバーと同じシャフト入ってるフェアウェイだけ、はい、シダあったので、これも5番で振ってみてください。これは全然また違うクラブです。これ XR、 XR、 はい、そうです。 XR も売れてますよね。売れてます。なんかフェアウェイとは結構そのままね、残して使ってる方も多いですね。多いですよね、うん。で、これヘッドがちょっと今振り遅れてしまってるんですけど、これがやっぱり相性なんですよね。先端重くなっちゃうからグニャってしなくて、グニャって最初にもうしなりますね。ちょっと遅れてしまうので訂正いただきますね。ちょっともう一回振ってみていいですか。どうぞ。嫌いじゃない、このグニャグニャする感じ。さすがですね、こういうシャフトやっぱり好きなんですね。合わせてきますね。でもやっぱり距離はどうですか。まあ、距離は大体もうヘッドのポテンシャルで決まってくるので、もうナイスショットした時の条件はそんなに変わらないですね。で、15度で3100回転でいうと、本当にフェアウェイウッドの飛びの放物線なんか入ってきてるので、すごくいいデータです。いや、そこまでしなんないもんな。で、実はここも結構柔らかいんですよね。このクラブですか。はい、もともとの純正のエピックの。そうですね、これくらいですね。いや、もう全然、でも、なんですか、最初にはい、ヘッドに当たってボンっていく感じはもう全然このシャフトに合ってるなって感じが、すごいエピックの出だしの感じ、うん、すごいこっちの方がやっぱしますね。やっぱちょっと当たり負けしてる感じ、ぐにょぐにょだと、やっぱこっちの方がいいです。実践で絶対なんか上でぐにょってなってる感じが全然違う。今回のエピックって比較的こう軽くて、しなりとかも少しあるので、はい、なので女性がそのままメンズのクラブ使って引っ掛けちゃったりとか、そういったところを考えると、あの優しいクラブだなっていう印象がありますね。あとよく質問されたのが、レディース出たじゃないですか、はい、レディースのエピックとメンズのエピックの違いは何なんですか。シャフトの長さとしなぎ量が大きいだけです。ヘッドのコンセプトは一緒なので、この角度とかは一緒なんですか。角度はですね、実は全く一緒なんですね。普通違うじゃないですか。まあ、メーカーさんによってちょっと変え出たりしますね。今回の動画で、私は今まで4番と5番ウッドを入れてたんですが、ちょっと番手を変えまして、5と7でその距離が出るので、5と7を入れて、ちょっとシダに行きたいと思います。ちょっとラウンドでね、打ってみないと何とも言えないんで、はい、実際のコースでね、今日の結果が同じように出てるのかどうか、ちょっと試していただいて、疑ってるわけじゃないですよ、はい、まあ、前回もね、それで本当に結果が出てくれたということなので、はい、前回も疑ってはなかったんですけど、あのやっぱりクラブ変えるときって、はい、皆さん思うと思うんですけど、やっぱ高いじゃないですか、はい、なんでこう、即決できないと言いますか、まあ、一回こう、打ってみたいなとか、結構やっぱシダ申し込む方も多いと思うんですけど、はい、コースで行ってみます、はい、ちなみになんですけど、今このブースは大人気状態ですよね。そうですね、予約取ろうと思って取れないですよね。はい、ほぼ 100% 待ってます。なんで皆さん、あのブース取り合いなので、なんか何ヶ月か先の、そうですね、まあ、インターネット上で、まあ、あのボタンを押すだけっていう形なんですけど、 そうですね、それが埋まってしまっているので、なるほど、はい、じ
頑張って空きを探してみてください。はい、はい、以上です。ありがとうございました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。